ボレアスは日本中央競馬会に登録されていた競争馬。主な勝ち倉は2011年のレパードステークス。ディープインパクトの初年度3区の一頭である。馬名の由来はボレアスから。2010年10月の京都競馬場のダートの2歳新馬戦で藤岡雄介を安城にデビュー。4番人気で2着に敗れ、自走も2着に敗れた。3戦目に 京都競馬場の2歳未勝利戦で一番人気に応え、4馬審査で、初勝利を挙げた。自走のもみの気象では、丸山元気に乗り変わり、直線で大外から一気に差し切り首差で勝利した。初戦のヒアシンスステークスでは、藤岡雄介安城で、メンバー最速の上がりを繰り出すも4着に敗れた。自走は、芝の毎日杯で重賞初挑戦だったものの12着に、 敗退した。ダートに戻った、東日本大震災被災地支援競争伊吹賞では、内田博之安城で、グレープブランデーの2着に敗れた。クレイグ・ウィリアムズを背にユニコーンステークスに出走するも、先に抜け出した、アイアムワクトレスを捉えきれず、グレープブランデーにも交わされ3着に敗れる。なおレース後に微出血を発症していることが判明した。 自走で、大井のジャパンダートダービーに安城に、竹豊を迎え出走したが、サンドグレープブランデーの、後陣を廃し、頭サの2着と赤敗した。その後、レパードステークスに出走し一番人気に応え、2着に2馬審査をつけ重賞初勝利を挙げた。その後、10月10日のマイルチャンピオンシップ南部杯では、中段追走も、直線で伸びず11着に終わった。 自走の浦和記念では、ボランタスの3着と赤敗した。12月23日の名古屋グランプリでは、中断でレースを進めたが、直線で伸びをかき6着に終わった。初戦の名古屋対象点は、インの4番手でレースを進めるも直線伸びず4着。半年の休養分けとなった10月のペルセウスステークスは15着、11月のアンドロメダステークスは13着、 12月のベテルギウスステークスは発着に敗れる。5歳以降も惨敗が続き、2015年10月の障害未勝利戦を最後に現役を引退した。引退後は、滋賀県甲賀市の甲賀ファームで乗馬となる。その後、石川県の美天乗馬クラブクレイン金沢、三重県桑名市のクレイン東海で、それぞれ乗馬になっている。ありがとうございます。